三代目、桂美樹助は、日本の落語家。本名、小林七郎、出林、つくま。日本芸術協会所属だったが、最晩年に脱退し、フリーを経て、落語協会に移籍。当時までは取り分けて注目もされていなかった、延長作と言われる落語芝浜を独自に、練り上げ得意にした。以降、芝浜は、夫婦の情愛を美しく描いた。 名作落語として認識されるようになり、多くの落語家が講演するようになった。現在でも三代目、桂三木助のものが傑作と言われることから通称、芝浜の三木助他にも通称は、田端の三木助、はやぶさの七、実家は床屋。後日、養子であることを知るが両親には最後まで聞かなかったと告白している。ジップは、相棒の非常によく、似た二代目。 かつらみきすけという説があったが、近年の研究でこれは間違いであったことが明らかとなっている。ただし本人は、生前に、実は、藁の上からのもらい子だったんだよ。と発言している。みきすけの長女がブログで明かしたことによると、七郎のジップは、東京都清井町のある家族の次男であり、ジップが長野県の貴族院議員の家へ、養子縁組した際に、息子の七郎は、 床屋の小林家養子縁組されたとのこと。母親の実の弟が四代目、春風亭隆氏。彼に弟子入りしようとするが、すでに老齢のため断られ、自分の総領弟子である六代目、春風亭柳橋に弟子入りするよう勧められる。柳橋に入門した。以上のような経緯を辿ったため、二人は年齢差が極めて小さい指定となった。 しかし修行はきちんとこなし、柳橋の住み込みのうちで主となる。以後、三木助自身が日本芸術協会を脱退する時まで柳橋に指示する。若い頃は大阪、名古屋へも流れるなど放浪を繰り返し、一時は日本舞踊家流流の師匠となり、落語も廃業している。戦後も飛ば通いを繰り返し、日本橋界隈の飛ばの連中に立花の窓かでは通じないが、 はやぶさの七と聞けば誰もが知っているという、すさんだ生活を繰り返した。彼の人生を変えたのは、踊りの師匠時代の弟子、中子への直向きな愛である。25歳年上の博打好きに嫁がせることはできないと考えた中子の家からは、三木助を告げるような立派な芸人になれたら、という条件を出した。どうせできまいという気持ちが中子の家の方にはあったのだろうが、彼は、 新規一転、幕中を止めついに三代目三木助を襲名し、二人も結ばれることになる。以降、三木助の名席は小林家で受け継がれていく。名人への道を進んだのは壮年になってからで、江戸前、行き、稲瀬という言葉を体現したような芸風で、とりわけ、芝浜を得意演目とし、芝浜の三木助と呼ばれた。話の構成力、 写実力に優れておりその輝きは、現在も光を失っていない。初代神ミリモン福助の話によると、話か仲間相手に演じてみせた八代目桂ツ文楽の芝浜を見た三木助がそれを気に入り、嫌がる文楽に無理を言って教えてもらった、という行きさつがあるという。文楽は、ネタとして芝浜を持ってはいたが、講座にかけることはしていなかった。また、 老曲の記載二代目、広沢菊春と意気統合し、落語界に持ち込んだネタがネズミである。長年日本芸術協会に所属していたが、八代目、桂文楽に死縮し、また、序列問題でのごたごたもあり、1959年に脱会。フリーを経て1960年に落語協会に移籍した。日本芸術協会会長の師匠柳橋とは、 最後までソリが合わなかったとされる。落語協会遺跡前には、五代目、柳屋子さんに、六代目、三遊亭炎章を担いで、新協会設立の格策を相談したこともあった。1961年1月16日午後4時37分、東京都北区田端にある自宅で胃がんのため死去した。58歳没。1961年に養成した。 三木助の公演を記録した映像は一本も残されていない、もしくは発見されていない。1964没の三代目、三遊亭金馬と八代目三、笑い亭コーラの完全な公演映像が一本ずつ残されていることに比しても惜しまれる。三木助の落語の録音は40演目のべ46席のみが残されており、それらをすべて収録した全集が市販されている。 同時期に活躍した落語家たちと比べても残された公演音源が少ない理由の一つとして落語全集の出版のため普通社に保管されていた三木助の音源を当時普通社に出入りしていたある女性が社外へ持ち出した結果紛失したことも挙げられる日本芸術協会大会時すでに二つ目になっていた弟子は芸術協会に残した前座の弟子のうちほとんどは 自らに帯同させ、約一年間フリーを経て、落語協会に移籍させた。前座の弟子は、三木助氏後も、落語協会に泊まった。前者は八代目、春風亭歌詞は枝など、後者は九代目、入選亭大木橋や林や菊王、等。彼らもと、三木助門家の弟子たちは、一人、数とそれぞれ全く違った、キャラクター、芸風となり、しかも彼らの多くは、売れている。 芝浜、カ事息子、ヘッツイ幽霊、ザコパジ、ミソゾウ、ストクイン、三井の大黒、ネズミ、宿屋のあだうち、おみきどっくり、サンマカ事、ヘビ福むくさ、近日息子、カガの血を、化け物使い、巻き返し、など。古参とは、同性で、義兄弟の酒きを交わしたほどの大親友であった。この縁で、最晩年に生まれた長男の名前に古参の本名と、 同じ森尾と名付ける。森尾は、後年子さんに入門し、四代目、桂三木助を襲名した。孫の康弘は五代目、桂三木助。なお、四代目三木助と五代目三木助は、おじおいの関係になる。賭博にはまっただけに、爆打にまつわる話をよくした。ある日仲間の話家が六代目、三遊亭炎章に、ヘッツ幽霊の稽古をつけているとき、 あなた、それじゃあ、盆の使い方が悪いと言って、サイコロのサイの振り方を演じた。それはあまりにも間に迫っているので、現象は感心したが、そこまでやらなくてもいいのにと思ったという。また、新宿末広亭の石亭、北村銀太郎の話によると、柄に似合わず、甘党であったという。死の際、もう死ぬからと子さんなど仲間を枕元に呼び、娘にピアノを弾かせて、 いよいよお別れとなったが、死なない。三木助は怒りだし、どうも今日はダメだなということでみんな帰ったが、言い合わせた五代目古今亭新章は、世の中そう都合よく死ねるわけがねえと言っていた。実際に息を引き取った時に枕元にいたのは二人の弟子、桂木九八と桂木久ギヒサであった。二代目三木助は、東京から流れてきた三代目を我が子のように、可愛がった。 三代目にとっても、大阪の一年間は、近日息子、ストックインなどのネタを教わるなど、その後の芸風に影響を与える貴重な時期であった。いびきのうるささと、朝寝坊で知られる。となると、まず肥満や、睡眠時無呼吸症候群を疑うが、生涯を通じて送信であった。また旅に出るときも、ラジオを手放さず、チューニングを合わせながらかすかな音に耳を傾けていた。 他の随行者と雑談をすることにうんじていたからかも、しれないには、師匠柳橋も含まれていた。寝言もうるさく、また睡眠中の夢の中でしている行動をそのまま、実行してしまうのは周囲を困らせることであった。二階へ階段を駆け上がる夢を見て睡眠中に足を、バタバタ動かすのはよくあることで、内弟子として、師匠柳橋家に住み込んでいたが、 新婚だった柳橋夫妻の夜の営みを何度となく妨害した。地方人業に行った時、寝ている状態なのに立ち上がり暴れ出した。刀を手に相手と切り合いを演ずるのである。柳橋は三木助のことを無誘病と評している。生涯最後の講座は1960年秋の東横落語会における三井の大国であった。 ミキスケはこの時すでに体は病魔に蝕まれ、両足も腫れ歩行困難の状態であった。仕方なく尺台を置いて投げ出した足を隠し、ええ、誠に不思議な形でお目通りをいたします。我々の仲間では、金馬が、このような形で演じていますが実は、足がひどくむくみまして、座ることができないん。足を投げ出してはお客様に失礼に当たる実は、出してるんですけれど。 と自身の病状を笑いで済ませ、一時間近く演じた、三井の大黒は、最後に登場人物の名を間違えるしくじりはあった、ものの、実に良い出来であった。なおこれは収録もされ、レコード化されている。三木助の芸を称賛し、支援し続けた人物としては、落語評論家、演芸プロデューサーの安藤鶴が知られる。しかし、安藤といえば、落語評論の論調は、 ある意味で、通人気取りでまた極端に攻撃的な上、評論という手法を用いて、新作落語を手掛ける落語家を徹底的に排斥しようとした人物であったが、ゆえ、熱烈な支持者がいる一方で強烈なンチも落語、演芸業界の内外に数多く抱えており、これら安どを嫌悪する人々の反感が、その身代わりとして、三木助やその弟子たちへと向かってしまうという弊害も、 生まれ、三木助没後も、弟子たちは、長年安置の存在に悩まされた。三木助の没後、安藤は、本目帝で、桂三木助君を忍ぶ会という追善工業を主催した。だが、同日同時刻、同じ本目帝内の食堂では、桂三木助君を忍ばず会という催しが安藤には、極秘のうちに開催されており、こちらの参加者の中にはこともあろうに、 本目的の席艇である石井英子も含まれていた。なお、この回は実質的には三木助をけなすものではなく、あくまで安藤の陰口を言い合うために設けられた席であった。ただし芸人や寄席関係者にとっては、両方ともが一種の踏み絵のようなもので、戦略など適当な理由をつけて回避したものも少なくない。 その中にあって八代目桂文楽だけは二つの会に堂々と出席したが、安藤から評論で賞賛を受けていた文楽のこの行動は落語関係者を共嘆させるものであった。ありがとうございます。